発でクリアしたいね。はい。どうぞ。アンサンブルの魅力というのは合唱と合わさった時にそのハーモニーとか縦で揃う時があるんですけど、その時に合わさった時のその重厚感というのが本当に魅力的だと感じています。演奏する時にやっぱその器楽的なアプローチとやっぱ生徒に対して歌をこう教えていくアプローチっていうのはやっぱ全然違うものになってくるので、そこをどう一緒にすり合わせながら練習していくかなってところは悩んだところなんですけど、実際にこう演奏するとやっぱこう室内アンサンブルの豊かな響きっていうんですかね、あれがこう生徒の歌にもすごくマッチしてですね、こうしっかりと響く演奏がこう生徒の中にも自然と落ちてきてるなっていう感じがしたので、兼部員がたくさんいるんですけれども、まあ、非常に音楽がやっぱ好きな人たちが集まってきているので、だん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 こう成長していく姿なんかもとてもいいなと思っているところです。人が多くなると、兼部員が多くなるとやっぱりこう重厚な響きになってくるので、まあ、教え合う時に、まあ、その本部員にはない考え方とかをまあ教えてくれたり、逆に兼部員にはない考え方を本部員が教えたりすることで、互いがまあ埋め合って切磋琢磨して、まあ、より良い音楽を作れるところが利点だと思いました。今回歌う永遠の光は祈りと夢の音楽です。私たちの音楽で最高の演奏と思い出を残すという夢を叶えるために、部員全員で心を一つにして団結し、全力の祈りを捧げます。ぜひお聴きください。